ウォーキング50分相当をたったの1分で同じ効果が得られるヤジロベエの応用編として、お腹をへこませる腹筋をミックスして行います。バランスがいりながら腹筋運動を行います。歩いてもなかなか痩せない、腹筋してもお腹がへこみにくい、腹筋は苦手で首や腰が痛くなってしまう、そういった方にはおすすめなメニューです。たったの1分を両足行うので2分です。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ヤジロ腹筋ということで紹介していきます。片足でバランスを取るヤジロベエに加えて、お腹をしっかり使うことができる簡単な腹筋メニューを加えた状態でエクササイズを行っていきます。お腹をへこませるための腹筋というのは、腹筋深層部を使う外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋というのが大切になります。この3つは通常の腹筋運動を行っていては使われにくいんです。腹筋が弱い人ほど使われにくいんです。腹筋が強い人はゆっくり動いたり呼吸を意識したりすることができますので、お腹をへこませることができるんですが、腹筋弱い方はどうしても力んでしまうので、アウターマッスル、腹直筋に意識が行ってしまって、息を吐く意識ができない、お腹をへこませる意識ができないので、呼吸をしっかり意識できる腹筋メニューがおすすめなんですが、それを今回ヤジロベエに合わせてます。スマホ見ながらバランス取るだけです。そしてヤジロベエのメリットとしては、足の裏の筋肉がついて、指の筋肉もついて、歩く際に使われる中殿筋と小殿筋、これがしっかり鍛えられます。ここが鍛えられてくると姿勢が良くなったり、ヒップアップできたり、お腹をへこませる意識が身についてきます。それでは紹介します。まず今回のお腹をへこませるポイント、骨盤を立てなければいけません。骨盤を立てることによってお腹をへこませる意識ができます。骨盤が立つ感覚がわからないよって方はですね、手を腰に当ててみてもらって、片足立ちです。手は腰の前側を上に向ける感じで、指も一緒に動かしてみてください。両足でやると難しいので、片足立ちでおへそを顔向ける感じで手を動かしながら、クッ、クッ、両足、お腹を引っ込める感じで動かしてください。これをまず習得するために20秒間やってみましょう。片足10秒で次にチェンジです。それではいきます、スタート。スマホ見ながらの方は片手でもいいです。手を上向けながら腰を丸める感じです。はい、反対。お尻を締めて、おへそを上向ける感じです。はい、 OK です。今のお腹を引っ込める、骨盤を立てる感覚を行いながら、ヤジロ腹筋を行います。やり方としては片足立ちになります。ここから今の骨盤を立てる感じをしながら、息を10秒吐きつつ、足をだんだんふーっとできるだけ引き寄せます。そして息を吸ったら足を真横に持ってきて、横も同じように足を上げながら、ふーっと体を少し倒しながら、内腹斜筋、外腹斜筋を使います。1分間片足でやるので難しいですが、もしバランス崩したらしゃがんで立ち上がってください。10秒ずつ行うんですが、もしタイミングが合わなくなったらそのままでもいいです。できるだけ長く息を吐きながら1分間続けてください。片足終わると反対足です。結構疲れますが頑張ってみましょう。息を吐きながらだんだん足を上げてください。軸足は少し曲げた方がバランスが取れます。あっちこっち痛くなると思いますが頑張っていきましょう。それではいきます、スタート。ふーっとだんだん吐きながら足上げていきます。今からどんどん引っ込めて、うっとっとっと、反対、ぐー、息吐きながら10秒吐いていきますよ。はい、吸って前です。だんだんと足上げます。お腹をどんどん引っ込めて、バランス取りながら、はい、反対、グー、結構バランスがいますよね。できれば体をね、少し倒しながら、バランス崩したら足ついてもいいです。ふーっと細くないのかけます。息吐くのがポイントです。よーし、横、長く、
OK です。さあ反対行きましょう。結構辛いですよねこれね。バランスもすごくいるのに腹筋も使うっていうね、これがねすごいね、お腹引っ込めるために効果的です。反対行きましょう。だんだん上げていくのがポイントです。スタート。ふーっと細く長くね、息すぐなくなっちゃう方は息が太いので細く長くでね、口とからしてください。よし、横ふーっと肩を倒しながら足をだんだん上げる。肩を少し倒しながら、はい、前です。バランス崩れたらマイペースでもいいです。お腹をどんどん引っ込めて息吐いてください。しっかりね、軸足にも集中して体を倒しながらバランス取って、あと少しですよ。息がね、だんだん上がってくると思うんでね、上がってきたらね、吐くのは5秒ぐらいでもいいです。とにかく足上げながらお腹をへっこめて息を長く吐いてください。あー、お尻が痛い。よーし、 OK。 あー、ケツが痛い。お疲れ様でした。いや、バランスがねすごくいりますよね。今のは連続で行ったんですけども、もし難しかったよって方はね、20秒ぐらいから始めてみてください。縦に10秒息吐いて、横に10秒息吐いて、反対足に変えてっていう風に、まあ、少ない時間ならね、しっかりバランス取れて、骨盤を立てる意識と、お腹をへこませる意識、息を吐く意識ができますので、1分ちょっとバランス取れないよ、難しいよって方は、動画を見ながら、1分の中で、前横休憩、前横休憩っていう感じでやってみてください。頑張ってやったよ、バランス取れたよ、全然できなかったよとか、参考にさせてもらいますんで、グッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。